上条小学校の好きなところはみんなが明るくて笑顔のいい挨拶ができるところです。笑顔いっぱい上条小学校。毎朝され上小学校の子どもたちは先生や友達と一緒に遊具広場や校庭を使って運動します。先生の笛の合図でみんな一斉に走り出しました。朝の持久走の始まりです。みんなとっても元気いっぱいですね。ではされ上小学校の教育とはどのようなものなのでしょう。私たちの学校は挨拶、笑顔、祈りを大切にしています。つまり人と関わり助け合うことを目標にしている学校です。人と上手に関わることができる子どもたちは将来に対しても夢を描くことができます。そんな子どもの夢を実現させるのがこの静岡され上小学校です。静岡され上小学校の教育のすべてはキリストの教えにあります。それは学園の創設者聖ドンボスコの精神を受け継いでいるからに他なりません。では聖ドンボスコの精神とはどのようなものなのでしょうか。創設者聖ドンボスコはアシステンツァ、子どもと共にいるという独自の教育法を打ち出しました。つまり先生は授業だけでなく休み時間なども子どもたちと一緒に過ごす、共にいることによって心が通い、お互いに信頼し合うことができるということなのです。先生がいつもそばにいてくれるので、子どもたちは安心して遊んだり勉強したりすることができるのです。2012年度より理念を同じくする上智大学と教育提携をスタートし、提携校特別推薦制度を設け、毎年30名の生徒が推薦入学できるようになりました。このことにより小中高444完全一貫教育を実践。プライマリーステージ、ミドルステージ、カレッジステージと分け、キリスト教の精神に基づき国際感覚を身につけた世界で活躍する人材の育成に努めます。校舎の屋上から学園全体を見守る聖母マリア像、聖母マリア様のお導きのもとに温かい思いやりと活気に満ちた明るい子どもを育て、誠実に生きることの大切さも学んでいきます。国語が好きです。算数が好きです。ここは入学したばかりの1年生の教室。みんなとっても可愛いですね。まずはじめに基礎的な学力を身につけることから始まります。そのため国語と算数の授業に力を入れ、より多くの時間をかけ、とても分かりやすい授業となっています。1学級24名以下の少人数制により、目の行き届いた教育をしています。国語や算数が好きな子どもが多いこともうなずけますよね。国際が好きです。なぜかというと、将来イギリスへ行ってたくさんの人とおしゃべりをしてたくさんの友達を作りたいからです。これは英語の授業風景。歌とダンスで英語をマスター。され上小学校では小さい頃から異なる文化に触れることによって真の国際人を育てていきます。楽しみながら英語力を身につけます。宗教が好きです。なぜならマリア様やイエス様、神様やドンボスコのことやいろいろ知れるからです。ここは敷地内にある聖堂。これからの時代を生きる子どもたちに聖書を通して神の生き方を実践できるように導いていきます。心静かに自分と向き合い、人に対しての思いやりや清い心、
豊かな愛を育てます。少しでも幸せになるように祈りしました。専用マルチメディア室で行うパソコンやインターネットを導入したコンピューターの授業、学年に合わせコンピューターに慣れたり操作したりと楽しみながら学んでいきます。霊法の授業では、日本の文化や伝統の中で受け継がれている礼儀作法や茶道などの体験を行います。もちろん大切なことは授業の中だけとは限りません。体験的な学習を通じて心と体を鍛えます。福祉の精神を育む心の教育もその一つです。全生徒を縦割りにし、6年生をリーダーとするボランティア、星の子活動。頼もしいお兄さんやお姉さんがいっぱい。5年生になると朝学習が始まります。モニターから聞こえてくる英語に耳を傾け、リスニングの特訓。これは授業の定着を目的としています。また放課後の時間では、一人一人の個性に合った学習を支援していきます。興味や関心ごとに基づいて、学ぶ楽しさと難しさ、自分自身で見つけ解決する力を養っていきます。毎年4月の静岡祭りでは、スクールバンドとして出場します。静岡猿城小学校では、数々の楽しい行事もあります。4月、真新しい制服に袖を通した1年生、お兄さんやお姉さんたちにバッジをつけてもらって、とっても嬉しそう。みんなとってもいい顔してますね。これからワクワクする6年間の始まりです。明日しよう。そしたらもう君と僕は友達です。その訳は、勝ったら嬉しいし、僕はスポーツや体を動かすことが好きだからです。みんなで応援して、みんなで頑張って、最後まで諦めず一生懸命に取り組む大切さ、一人一人が主人公。ラジオ祭が好きです。どうしてかというと、いろんなものが売ってるからです。幼稚園から高校生まで、学園が一つになって開催されるお祭り、サレジオ祭。お父さんやお母さんのお店も出て、毎年とっても楽しみなビッグイベントの一つです。オーストラリアの修学旅行に行くのが楽しみです。と理由は、ホームステイ先の家族と一緒に出かけることが楽しみだからです。修学旅行が楽しみです。なぜならオーストラリアの人たちと早く仲良くなりたいからです。6年生になると、修学旅行としてオーストラリアの姉妹校、セントメアリー小学校を訪問します。日頃培われた英語の実力で、オーストラリアの友達とすぐに仲良し。楽しいこと、発見の連続。あっという間の6日間。
ホームステイを終える頃にはもうみんな大切な家族。別れる時は自然と涙があふれます。かけがえのない思い出、貴重な体験をした6年生、また一つ大人への階段を上りました。クリスマス会が好きです。4年生がやるオペレッタが好きです。4年生はオペレッタ、6年生は声劇を12月に行うクリスマス会。家族や地域の人を招待してイエス様の誕生を祝います。このほか3年生以上になると行う宿泊学習、マリア様にカーネーションを捧げる聖母祭や、大切に育ててくれた家族に対して歌のプレゼントや朗読を披露する家族に感謝の日、サレジオ小学校にいるからこそ味わえる大切な仲間との大切な時間、まだまだたくさんの楽しい行事がいっぱい。3月、サレジオ小学校の最後の行事、卒業式がマリアンホールで執り行われました。今すべての人に感謝の気持ちでいっぱいです。いっぱいです。今日は僕たち卒業式。あなたは小学校の全課程を修了したことを証明します。楽しかったこと、嬉しかったこと、時には恥ずかしかったり悔しかったこともあったでしょう。それもみんな今はいい思い出。サレジオ小学校で学んだことを誇りに新しい未来に羽ばたきます。今まで6年間過ごしてきた中で とても優しい友達に出会えたことが一番の入学してよかったなという思いです。この学校に入ったら命の大切さや人との関わり方、人への思いやりなど他の学校では教わらないような心の持ち方を教わったので、これから活かせるようなことを学べてよかったなと思いました。僕はこのサレジオ小学校に入れて友達との友情や家族との愛情などいろいろなことを学べて、他の小学校にはない行事もたくさんあって、本当にこの小学校で卒業式を迎えられてよかったなと思いました。いかがでしたか？サレジオ小学校の子どもたちはみんな元気で明るく、温かい思いやりと生き生きとした自信に満ち溢れた表情をしています。6歳から12歳という大切な時期を過ごす子どもにとって小学校は特別な存在だからこそ、真理と愛ある教育に触れ将来の夢を育てる、そんな伝統ある静岡サレジオ小学校で一緒に過ごしてみませんか？正しい道を歩んだその先に広がる無限の可能性、神様から一人一人に与えられた大切な使命、そう、静岡サレジオ小学校に学ぶ子どもたちはいつもキリストの大きな愛に包まれています。かけがえのない子どもの未来のために。